皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。東京都品川区、食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける一人親世帯であり、令和5年度の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の対象とならない方に対し、所得の制限なく支給します。支給対象者で申請不要な方は1つ目、令和6年1月1日時点で一人親であり、かつ品川区に住民登録のある児童扶養手当認定者。2つ目、令和6年1月1日時点で一人親であり、かつ品川区に住民登録のある児童育成手当受給者。ただし、令和5年度の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の対象となる方は除きます。また、申請が必要な方は、令和6年1月1日時点で一人親であり、かつ品川区に住民登録があるが、児童扶養手当または児童育成手当を受給していない方、こちらの方は申請が必要となっています。対象児童について、一人親である保護者に養育・看護されている児童のうち、以下の要件に当てはまる児童。1つ目、日本国内に住所があること。2つ目、平成17年4月2日から令和6年1月1日までの間に出生した児童。給付額については児童1人当たり5万円となっています。給付金の支給手続きについて、申請不要な方は令和6年2月15日に案内通知をお送りし、3月上旬に振り込みいたしますとのことです。申請が必要な方は令和6年1月1日時点で一人親世帯であるが、児童扶養手当または児童育成手当を受給していない方は申請が必要です。詳しくはホームページをチェックしましょう。東京都文京区、国が示した子ども未来戦略方針の中で、児童手当における所得制限の撤廃に取り組む方針が示されました。このことを受け、国が実施するまでの間、所得制限によって児童手当を受給していない世帯に対し、区独自の給付を行うことで、次世代を担うお子さんたちの育ちを支援します。都が実施している018サポートとは異なる、文京区独自の子育て支援策です。申請はそれぞれ必要ですので、ご注意ください。対象者について、15歳の誕生日後の最初の3月31日までのお子さんとなっています。申請について、給付金を受け取るには対象となるすべての方の申請が必要です。また、申請は任意とのことです。対象期間については、令和5年6月から令和6年5月までの12ヶ月を予定しており、支給金額はお子さん1人当たり月額5000円、年額にすると最大6万円ということです。支給金額の決定方法は、月額5000円かける要件に当てはまる月数が支給金額とのことです。申請期限は最終締め切り、令和6年3月31日までとなっています。静岡県牧之原市、食料や原油価格等の物価高騰による家計への影響が長期化する中で、子育て世帯への経済的な負担を軽減し、支援するため、子育て世帯生活臨時特別給付金、市独自給付分を支給します。対象児童等は1つ目、令和5年11月30日時点で牧之原市に住民登録があり、平成17年4月2日から令和5年11月30日までに生まれた児童。2つ目、令和5年12月1日から令和5年12月31日の間に出生し、牧之原市に住民登録をした児童。3つ目、令和5年12月1日から令和5年12月31日の間に牧之原市へ転入した平成17年4月2日以降に生まれた児童です。ただし、婚姻している児童等は除くとのことです。支給対象者については、令和5年11月30日時点で牧之原市の住民基本台帳に登録されているもので、次の1から6のいずれかに当てはまるものとしています。1つ目、牧之原市から令和5年12月分の児童手当を受給しているもの。2つ目、所属庁から令和5年12月分の児童手当を受給している公務員。3つ目、令和5年11月30日時点で平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの
高校生等を養育しているもの。4つ目、令和5年12月1日から令和5年12月31日の間に出生した新生児を養育しているもの。5つ目、令和5年12月1日から令和5年12月31日の間に牧之原市に転入した児童棟を養育しているもの。6つ目、対象児童棟を養育しているもので児童手当支給対象外のもの。このいずれかに該当する方が支給対象者となります。支給額は対象児童1人当たり1万円。申請方法については、牧之原市から令和5年12月分の児童手当を受給している方は申請不要です。12月分の児童手当を受給していない方は申請が必要となっています。申請受付期間は令和6年1月15日から2月29日までとなっています。東京都世田谷区。世田谷区は8日。生活保護世帯の子供の大学進学を支援するため、2024年度から学費を上限年間50万円、教材費・交通費を実費で支給する給付型奨学金を新設すると発表しました。全国でも珍しい取り組みということです。区長は会見で、国の制度の隙間で進学を諦めている若者がいる。進学にブレーキがかかってしまう状況を改善したいと述べました。対象人数は在学生を含め約60人。区の奨学金はアルバイトや貸与型奨学金で賄われる平均約50万円に相当します。成績要件はなく、中途退学した場合も返還は不要で、ケースワーカーから対象者に周知するとのことでした。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく、聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。それでは、リコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら。コーヒーはブラック派ですか？ご質問ありがとうございました。多分ちょいちょいお答えしてると思うんですが、コーヒーはブラック派です。初めてコーヒーを飲んだ時からだったかな。その時もブラックだったんですよね。だからかわかんないんですけど、それからずっとブラックです。朝は必ず入れますし、お昼も飲んで夕方も飲みますね。本当にコーヒーが大好きなんです。夜は飲んでしまうと寝れなくなってしまうと困るので、夕方までにしています。で、飲み物も甘いものがあまり得意ではないので、ジュースとかも飲まないですね。普段はですね、お水かお茶を飲むんですけど、お茶の中でも好きなのはコーン茶とかルイボスティーとか、あとほうじ茶とかも好きですね。そういったものを好んで飲んでいます。皆さんはコーヒーはブラック派ですか？よかったらコメント欄で教えてください。ではその他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。